イケメンと美女は YouTube では成功しないっていうのはどうですか？あ、でも、イケメンは成功しないんじゃないですか？うん。イケメンで YouTuber でなんか売れてる人っていなくないですか？なん顔かで。YouTuber の中ではイケメンはいるんだけど、あ、そう。ねえ、いないっすよね。うん、ひころれゆきなさんもさっきんで？俺のことかっこいいって言ってくれたけど、うん。別に、YouTuber にブスが多すぎるだけで、俺別にマジで普通だから。俺わそうかね、る、36そ年生きてきて、顔でモテたことなんかねえんだから、あんま。うね。そうね、ね、そうね。確か違和に感ね。すげえあるの、本当に。確かにね。だからそういう時、確かにその YouTube 界隈って やっぱ、ブサイクじゃないとうまくいかないっていう謎のルールがあるよね。そう、夢あるじゃん。そっちの方が、ね、その親近感がある。コムドットだって別にかっこよくて売れてるわけじゃないじゃないですか。うん、まあまあ、かっこいいかっこいいって言われてるけど、それ YouTube の中ではねっていう。あとやっぱ美人とか美男子はかっこよくいなきゃいけないっていうデメリットもあるじゃないですか。バカできない。競馬でわーって喜んでよだらベローンって垂れちゃいけないじゃないですか。俺はできるから、制限されてるから、もう彼女たちは。かっこよく、かっこいい恥しかできないのが、そんなの負けるわけないじゃないですか。